この XH-EF 物質処理施設を調査する必要がある。特に重要なのは、ローワン・ヘンドリック博士のデータディスクを見つけること。青い鉱物の処理に関する重要な情報があるはずだ。ヘンドリックのオフィスでデータディスクを探す。はい。ということで73日目ですね。目標はそのデータディスクを探せと。で、場所は一番下ですね。うん。で、今回は、クルーのダンスが42ですね。42もあるっていうことは、まあ、それだけ死ぬ可能性があるっていうことだと思うんで、うん。これはかなり慎重にやらないと、ダメそうですね。スキャンボールは8。で、爆弾が3。で、アサルトはないですね、今のところは。クランクがあって、エレベーター。電源が入らない。理由は不明。あ、でも、施設は稼働している。でも電源は入らない。状態異常。いやー、ちょっと怖いな。クランクが必要。あ、テラスキャナーもなし。プランクが落ちてる。お？え？マフィーさん喋ってる。巨大な。ちょっとよ。8個しかないけど使っちゃおうか。ボールを使って。何これ。もう一個使っちゃおう。巨大な空間が。
6個しかない。下もちょっとチェックしよう。安全に安全を。あ、右に違う。ここまでかな。うん、ちょっと5個は残しておいて、とりあえずそのクランク使いに行って、え、これやばいのいるんじゃないの。またボール使いたいんだけど、いや、ここは残しておかないと。なってる。ちょっと開いてる。ジャンプ。今いる場所がここだ。で、横が第二保管庫。バックアップ電源に接続されているので、そのまま使えるはずだ。第一倉庫に行ってみろ。鍵はそこにあるかもしれない。SH8 研究室の鍵を探せ。上だ。あ、いや、でも行けなかったけどな。あ、こっち側から？でもこの、とりあえず下に行ってみよう。怖い。ちょっと待ってる。いけないか。ということは、あのでかい穴に。このクルーの残数42っていうのにかなりビビってるんで、いけなかったですよね。もう一回確認。うん、ダメだ。
でもこれ火あるし、先が見えない。とりあえずここに、いや、ビビって指なんかちゃんと動かない。これはあれか。エンター。これ難しい。普通にこうか、こうやればよかったんだ。よし。あー、一回死んじゃったよ。こっからかな。そこか。これかな。お、よしよし。あ、イモムシが。あ、やべ、危ない危ない。産むとこだったな今。これで上に上がっ、あ、ここまっすぐ行けば着きそうですね。それお、鍵。これで、XH8。こっから、やっぱ戻れないんだ。あ、爆弾。あ、いや、もったいない。むず、あ、なんかおっしゃった。緊張する。
やだ、本当に。またこれ行かなきゃいけないのか。でよ、ちゃんと確認。これあんまりやりすぎると火に、よし、でこれ届くかな。高いところにこうして、ああ、こういう頭の回転ももう悪くなってる。あ、その高さダメなんだ。これは大丈夫でしょう。あ、でも待って、これ、真ん中つかめないんじゃない。ここで離して、よし。いや、難しいな。よいしょ、危ねえ。よし。で、鍵を使って、まず上に第二保管庫がありますね。電源は？来てない。なんか当たった音する。なんかまだいる。俺にはわかる。うわ。
あぶね。あ、くそ。うん、逃げるな。まあ、きゃ、アサルト、箱から、ここもやっぱり動かない。プラズマカッター上手まかった。いや、なんかビビりすぎて、ほんと指が動かない。どこでリロードするか。今です。オッケー。いるよ。反応しない。危ない危ない危ない。
ありません。あ、ここに。あ、産むな。じゃあ何もない。あ、下に道があるな。あ、で、なんか音も聞こえる。ん？あ、爆弾かな？爆弾使って。難しい、当てるの。あー、これ、ん？だいぶ下の方だ。右にありますね。行ってみよう。あ、今回タンクないんだ。
ドリックさん。悪空間共振器を見つけること。青いクリスタルを制御して扱うために必要な重要な装置。近くの炭鉱の中にあるはずだ。悪空間共振器。あ、今度ここだ。